はい、皆さんこんにちは。グローバルインベストメントアカデミーの諸角です。今日はですね、投資の中でも、我々が主軸として考えております不動産投資、こちらの特徴について簡単におさらいをしていきたいと思います。まず、不動産投資については大体どのようなスキームか皆さんはお分かりになっているかと思いますけれども、こちらの前回のですね、その投資の種類というところで触れさせていただきましたが、自らが持つ不動産を第三者に貸し与えること、それによって家賃収入を得ていくというのが不動産投資の主なやり方、手法ですけれども、こちらはですね、株式だとか、商品先物とかとはまた違いまして、安定的に、より継続的な収入が得られるということですね。実際のその売買の売り買いはそれほど頻繁に起こるような話じゃなく、ただまた毎月ですね、ある程度安定した金額家賃として入ってくるというのは、その他の商品とはまた違ったところではないかと思います。またこちらの不動産というのはあくまでもインフレーションに対して非常に強い、よくインフレ耐性という言い方をしますけれども、現金だとかと比べてですね、インフレになった時、物価が上がった時には多少の時間のずれがあるかと思いますけれども、基本的にはその物価の上昇に応じてこちらの資産も価値が上がっていく、いわゆるインフレに強いということができる、そのような投資商品ではあることには違いありません。また不動産投資の醍醐味として考えられます減価償却費、いわゆるこちらは実際にお金は出ていかないけれども、あくまでも損金として経費を上げられるということで、その辺の税制上の優遇策もありますし、また土地として現金として持っておくよりも不動産に変えてしまう、あるいは更地であるよりもそこに建物を建ててアパート経営してしまう、このような形で実際の評価額を下げてですね、無駄な税金を払うことがなく節税効果につなげることができるという点も特徴の一つです。そしてその不動産を担保にしながら、あるいは自らの属性に応じて銀行がお金を貸してくれる、いわゆるレバレッジをかけられる投資方法の一つでもあります。こういった諸々のメリットが不動産投資で考えられることなんです。不動産投資の収入では大きく2つ分けてお話をされていきます。一つは家賃に代表されるように定期的に入ってくるもの、こちらもインカムゲイン、いわゆる運用益というふうな言い方をします。正しく言うとですね、その家賃イコール利益というわけではなく、実際そこの不動産投資、不動産を経営するにあたっては経費がかかりますし、あるいは固定資産税のような税金も発生してきます。そういったもろもろのことを差し引いた残りが運用益であり、インカムゲインと呼んでいるものです。その一方で売却益、いわゆるキャピタルゲインという言い方をしますけれども、不動産を売買することによって得る利益ですよね。実際買った金額よりも高い金額で売れた場合、あるいは
その売買の時にかかる費用、これは税金も含めてですけれども、そういった諸々のコストを差し引いた残りに、益が、利益が出ればですね、こちらはキャピタルゲイン、あるいは売却した結果、損が出た場合にはキャピタルロスという言い方をします。不動産投資から得られる利益としてはこの2つが挙げられますが、我々として重要視しているのはこちらのインカムゲインですね。キャピタルゲインというのはあくまでもその結果あるいはおまけとして考えており、キャピタルゲイン狙いの不動産投資はしないようにということは常々言っている次第です。また不動産投資によく出てきて、よく出てきます利回りですけれども、こちらは気をつけなくちゃいけないのは、その利回りがあくまでも表面だけの話で言ってるのか、あるいは実質だけで言ってるのか、大きく変わってきます。よく表面利回り、グロスインカムとか言いますけれども、実際に年間で入ってくる家賃に対して、その物件価格を割った時に得られる収益、利回りのことを表面利回りと言います。一方で、その家賃からですね、実際にかかる運用するためにかかる費用、そして、その物件価格だけじゃなくて、その物件を取得するにあたって発生した諸経費、もろもろの経費を含んだときに、出てくる利回りのことを実質利回り、ネット利回りなんて言い方をします。やはり我々は最終的な利益を見るときには、必ずこの実質利回り、ネットでの利回りに注意をしなくてはいけません。不動産投資というのは、一回購入してしまえば、ある程度安定した収益を得ることができますが、ただ実際にはその建物を購入するときにかかる費用だとか、今度はメインテイン、保持するために発生するコスト、さらには今度売却あるいは相続するときに発生するコスト、さまざまなコストが出てくるわけです。最終的にはトータルで、あるいは出口を考えた戦略を取ることが必要になってくるわけです。さまざまな媒体で不動産投資への旨味をですね、書いてあると思いますけれども、ここの利回りについてはしっかりですね、その違いについて、理解しておく必要があるということで、今日はお話をさせていただきました。では、今回はこの辺で。